スカウトの最初のキャンプとは、1907年8月、初旬、ロバート・ベーデン・パウエル教と20名の少年たちが、ブラウンシー島で、ボーイスカウトの実験のために行った8日間のキャンプのこと。イギリス海峡に面した、ボーンマスの西側、プール湾内に浮かぶブラウンシー島で行われた。現在、島にはこれを記念する石碑が立っている。スカウトメモリアルストーン BP が、 この島に住居を持っていたチャールズ・バンラ・アルト夫妻から招待を受けたことをきっかけにして、自然が豊富であまり人に邪魔されず、ロンドンからのアクセスが比較的容易なこの島で、ボーイスカウトの実験を行うこととした。参加した少年たちは、イートン校やハーロー校などの有名、パブリックスクールからは、中産階級の指定が、ボーンマスやプール地域からは労働者階級の指定が、招かれた。 4番21名。各班には1人の班長が任命され、彼を含め後から6名が1つの班を形成する。ありがとうございます。